やばくない？ちょっとここら辺から。何なの？無理ゲーです、無理ゲーです。これはやばい、白すぎだから。どうしたらいいんですかこれは。真っ白になっちゃうねえ、どうしよう、無理だわ。やばくない、なんで真っ白なんだけどねえどうしよう、これここら辺かな、近いのか、近すぎるなみんなこれぐらいで配信してるの。でも無理だ、どうしよう、え、どうして、いや服変えたんだよこれ。でも白飛びすると思って服変えたの。あ、白い服にすればいいのかな。え、ちょっと待って、え、どうしよう、白い服にすれば見える。ちょっと一回試しに、白だ白だ、ちょっとタイム、え、ちょっとタイムなんだけど、どうしよう、ちょっとタイムで、ちょっとタイムですねこれは。よし、これならオッケーだ。あー、映っためっちゃ面白くね、映りました、よかった。もう白すぎてどうしようと思った。あー、お待たせしました、本当にめっちゃお待たせしましたよかったね。うわ、白飛びして焦ったんですよ今ずっと。お待たせしましたはい、はい、アップアップガールズかっこ2期のリーダーの高萩千夏です。今アップアップガールズかっこ2期で毎日配信リレーっていうショールームのリレーをしているので、今日は私に回ってきました。皆さんツイートしてください。
そうです、始まりました。なので皆さんツイートお願いします。はい、昨日まーちゃんから回ってきました。お悩み相談室を始めてくださいということなので、お悩み相談室開催したいと思います。皆さんのお悩みを聞きたいと思います。用意スタート。お悩みを書いてください。あ、ここやだ。お悩み、仕事が終わりません。君作さん、仕事が終わりません。これを見てて大丈夫なんでしょうか。でも仕事はそうですね、なんかめっちゃ集中する時間と休憩する時間を分けて効率よくやりたいですよね。あとはちゃんと、なんか仕事できる人ってすごいなんかスケジュールが細かいらしいですよね。なんか1時間単位、本当になんか仕事回るところが早い会社ってなんかテンポがいいなって思います。やってることのテンポよく1時間単位でこれを終わらせるっていうのを、ここまで終わらせるっていうのを決めてやってるところとか多いと思う、多かったですよ。はい、そんな感じです。次、目に入ったやつからポンっていくからね。今見たよ。じゃん、辛いものが好きになる方法を教えてください。辛いものを別に好きになる必要ないと思います。好きな人が食べるべき、別に無理に好きになるような食べ物でもないと思う。なんか野菜とかだったらちゃんと食べれるようになった方がいいと思うよ、栄養的にね。でも辛いもの別に好きになる必要ないと思う、思います。まあカレーも別に甘くできるし、辛いものはもうあれです、欲してる人が楽しむものなんだな。誰だこの今の質問してくださった方は GT さん。では続いて目に入ったものピーン。激辛を買ったはいいけど、いざとなると食べる勇気が出ません。マブルさん、でも買ったならしっかり食べてください。食べ物を粗末にすることは良くないですね。ちなみに私はこの間なぜかなんかよくわかんないんですけど、お腹空きすぎてペヤングの極激辛を食べました。私はもう4つ食べましたよ、あれ。でもあれも本当に辛いものが好きな人が楽しむための食べ物だと思うので、嫌いな方は無理せずに。続いて、じゃん、ソイフォンさん、無駄遣いを控えたいです、どうしたらよいですか。うわ、これはですね、私からアドバイスしていいんでしょうか。無駄遣い、無駄な使い方ってあるんですか。何ですか、例えば。それが本人のためになるものなら無駄ではないですよ。私は無駄遣い、無駄遣いって何。無駄遣い、なんかお菓子買っちゃうとか。お菓子買っちゃうとかってめっちゃ子供やね。違う、余計なもの、なんか必要なくないんだったら別に無駄じゃないよ。ちなみにうちは無駄に服買ってしまうけど、でもその無駄だなって思ったことをしてしまったら、その分しっかり我慢するようにしますよ。はい、続いてオラブさん、自分の似合う服ってのがよく分かりません。それはちゃんといろんな服を着て言っているんですかね。似合う似合わないは、
いろんなものに挑戦しないとわからないと思うんですけど、結構なんか多そう、なんか着てないのに似合わないと思って着ない人、着てみないとわかんなくないですか？わかんない、わかんないですけど、でもなんか白が似合わないんです私みたいな人とか、でも自分が決めることなのかな、周りの人がなんか、いやさすがにさ、もうさ顔、え、わかんないけど、めちゃくちゃ似合わなかったらさ、うわ似合わないよって言われるかもしれないけどさ、でもわかんない。あとはあれだよね、そう体型とか、なんか自分に似たような人を参考にしてます私は。自分の顔の系統と似てるような人を見つけて、その人が似合ってる服は自分も似合うと思って買ったりする。あと体型とかも。はい、では続いて、じゃん、ペペペさん、虫が苦手です、どうすればいいですか。うわー、虫ですね。これはですね、しょうがないと思います。苦手な人は別に好きになれないと思いますよ、苦手なんだもん。でもしょうがないよね、私も虫苦手だよ。でも自分がピンチになったら何でもできるから、苦手でも大丈夫。本当に危ない時は人間底力ってものが出てくるので、安心してください、自分を信じて。はい、続いて、じゃん、ゆらさん、今地味に登校拒否気味で相談、あ、ちょっとみんな相談室登校なので、3年生になってちゃんとクラスに行けるか心配です。あら、そうなんですか。環境とかね、環境とかってね、本当にね、いい環境だとさ楽しいかもしれないけどさ、そうじゃない子ってね、きっと辛いんだろうな。そうだな、なんか行きたくない理由がちゃんと明確にあるのか、なんか自分ただ本当にめんどくさいなっていう気持ちで行けなくなっちゃってるんだったらもったいないと思う。わかんないけどね。でもそれがさ、まあちょっと誰かに嫌な気持ちにさせられてたりしたら行くの辛いと思うし、でもそれは周りがそういう環境にしてるから、そういう環境にしてる人が悪いって言ったら、どうなんだろう。でも自分にもきっと何かあるのかなっていうのはしっかり考えた方がいいかもしれないね。でも頑張って行ったら行っただけ得るものはあると思うし、まあ本当に無理だったら無理なんだろうけど、原因にもよるだろうね。でも学校は、なんか大学とかはさ、自分のめっちゃ人多いし、自分がこう通じ合ったというか、自分が本当にいいなって思う人としか付き合わなくていい環境だけどね、義務教育となるとそういうわけにもいかないからね、難しいですけど、でもきっとクラス替えとかしたらまた気持ち変わると思うんで、一回行ってみましょう。続いて、ベムさん、どうしたらオタクと仲良くなれますか。でもさ、基本さ、オタクの人ってさ、なんかそういうワイワイしたっていうか、ああいう環境が好きじゃないとさ、結局は来れないじゃん、ライブって。そういうガヤガヤしたところが本当に苦手な人だったら絶対行けないような場所だし、絶対みんなコミュニケーションは取れると思う。
それにさ、やっぱ結局自分が好きなものと、ん？自分の好きなことが一緒、好きなことが一緒な人の集まりしたから、みんなそこ共感できる人って結局仲良くなれると思うんだよね。でもそうです、アプガニキのお宅は優しいので、アプガニキの現場は安心して気軽に声をかけてください。やっぱね、雰囲気がね出ますからね、それぞれのグループで。はい、続いて、じゃん、ちょっと小腹が空いたんですけど何食べたらいいですか、トゥデイさん。そうですね、この時間なんで小腹が空いたら、小腹が空いたら、え、なんだろう、わかんない家にあるもの食べてようちはちなみにケータリングババアなので、ケータリングでもらったお菓子を、あの基本お菓子爆食いしないから、めっちゃ本当に、あ、やばい死ぬかもっていう時に食べるんで、ケータリングを、あーもうちょっと今日はさすがに何も食べてないってなったらつまんじゃいますね。まあ、とにかく家にあるもの食べてください、あの太らないもので。はい、続いて、じゃん、べーん、何、あ、ゆいたろさん、背中に人参が刺さっているのを突っ込まれて悩んでます。あー、イラストの話ですか。人参が、でも今人参リレーって流行ってますよね。あのインスタのストーリーで人参リレーっていうのが流行ってて、いや、まさかの私、あの回してくれない人に回してしまった説が出ていて、私止まってしまいました、ごめんなさいはい、続いて、じゃん、ちょっと、え、質問、残ったケータリングは全部しなっちゃんがお持ち帰りなさるんですか。そうですね、食べ物を粗末にしたくないし、欲しいと思った人が持って帰ればいい話だと思ってるんですよ、私は。で、結局さ、あの片付けが遅いと、みんながケータリングからしまわれちゃうわけ。でもさ、自分たちにどうぞってもらってるお菓子じゃんいただいてるお菓子じゃん、なんかそれをさしまわせちゃうっていうのは本当にも申し訳ないし、くれた人は私たちに食べてって出してくれてるからしっかりと残さずに持って帰ろう精神ですじゃあなんかわかんない、なんか親戚のおばあちゃんの家とかに行くとさ、毎回お菓子を出してくれるじゃん、どうぞって、みかんとかね、いっぱい自分の目の前にお菓子置かれるのね。で、帰なんか結局手つけらんなかった時とかもさ、帰りにおばあちゃんがさ、これだけ持って帰りなってさ、こう出してくれたものは渡してくれるじゃん。だからそれはこうも私にくれたものだから、どうぞって、もう今食べなくてもお家で食べてねっていう気持ちで出してくれてるんだろうなっていう気持ちで言います。はい、続いて、じゃん、ちなっちゃんのアイコン、ちなっちゃんのショールームのアイコンは作らないんですか。こちらは誰でしょうか。フィンレイさん、フィンレイさん、どうやって作るのかがわからないんです作りたいんですけど、どうやって作るかわかんないんですよ。だからちょっと作れる方はなんか可愛いの作ってください、お願いします。では続いて、じゃん、ソイフォンさん、人狼でどうやったら強くなれますか。人狼、この間の人狼2期で人狼7時間配信をしたんですけど、見ましたか皆さん。ですね、ちょっとうちもシェアしよう、みんなシェアしてください。人狼7時間配信したんですけど、なんか結局やっぱさ、なんかしっかり市民が話してる時に紛れ込んで話せないと怪しまれるんだなっていうのはあるから、意欲は大事だと思います。意欲、市民でも、あ、人狼でも、人狼ってやっぱさ、なんか
変なこと喋りたくないし、極力さなんか怪しまれる行動したくないって落ち着いちゃうじゃん。でもやっぱそこ頑張って乗り越えてそう入っていかないと一番最初に疑われるよね。でそこの位置に、疑われる位置に入っちゃったらもうさ諦め、まあでも諦めた方がいい、なんか相方のために諦めた方がいい時もあるからね。相方に託して自分がもうとことん怪しく動いて誰かに繋いでもう犠牲になるっていう時もあるからね。はい、続いて、じゃん、イーラレンさん、某グループの方に年明け2回目の現場で今年初めてと言われました。どうしたら覚えてもらえるでしょう。あ、うーん、同じものを身につける、これすごい大事だと思う。同じものを身に、なんか覚えてもらいにくい方、いやでもさ割とさ女性の方ってさ髪型とかで判別できるじゃん。なんか顔が覚えらんなくても髪型とかで覚えられるんだけど、やっぱ圧倒的男性が多すぎてなんか覚えられない人もいるから、そういう時は同じものを身につける。なんか ここにねスズメをつけてる人がいるんだけど、そういう人が何回も毎回現場に来た時にここにスズメいるとあってなるから、やっぱなんか覚えてもらえるアイテムを何か持つとか、そう大事だと思いますよ。覚えてもらうためにやっぱ自分から何か発信していかないとね。はい、続いて、あ、みんながコメントで はい、次、ヤギさん、音痴はどうやって直せますか。音痴か、でも音感ない人って本当にないからね。でも練習あるのみじゃないですか。なんか音痴、音痴、まあまあ普通にさこの曲今すぐ歌ってっていう状況ってそんなないだろうから、やっぱ練習あるのみですよ。結局練習すればさ音取れるようになってくると思うし、まあ練習しない人はいつまでたっても変わらないと思います。はい、続いて、ロバートさん、花見すると花粉にやられてお酒にすぐ酔ってしまいます。お花見か、もうそういうシーズンなんですね。ほどほどに周りに迷惑をかけないようにしてください続いて、ゆうきさん、ちなっちゃんのニキ T シャツ首周りが限界に達しつつあります、助けてくださいここか、筋肉あるときついですよね。アレンジしましょう、ここら辺まで切ってもしくはめっちゃ手で伸ばすか、こうやって私はちなみに手で伸ばします。通販で買った洋服がなんかたまにちょっと詐欺だな、これ絶対あの写真と違うだろうなっていうものが届いたりするんですけど、もう死ぬほど本気で伸ばしました、こうやって。なんか、すごいこういうなんか袖がもうめっちゃこういうさ、こういうこうなるさ予定だったのに全然さこういう形だったの、ありえんと思って思いっきり伸ばした。でもやっぱさ伸ばしても壊れないよきっとはい、続いて、洗えば伸びる縮むタイプもありますよ。次、また同じ人になっちゃった。
トゥデイさん、全力坂で起き、全力坂まで起きられる自信がありません。今日のそうですね、12時を超えた後25時20分から、テレビ朝日さんにて全力坂、高木が走りますので、できれば視聴率上げたいので、頑張ってその時間起きて見ていただけると嬉しいですね。無理でしたら録画、一応録画はして頑張れるとこまでちょっと粘っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。見てください。見れない人は、見れない人はお友達に録画してもらってください。はい、続いて、イマムさん、どうしたらちなっちゃんと仲良くなれますか。内は基本喋りたい人だから、聞き手に回っていただけるとおしゃべり、まあ基本ニキはおしゃべりベラベラしてる人が多いので、なんかそれにいかについてこれるかってめっちゃ大事ですね、仲良くなれるとは。はい、続いて、コウタンさん、ちなっちゃんに好かれるアミタに嫉妬しています。どうしたらもっと心が広い大人になれますか。いや、可愛いな、アミちゃん。アミちゃん可愛い、本当に。いや、アミちゃん可愛いんだよな。嫉妬か。まあ、嫉妬か。まあでもそれはね、本能だからしょうがないと思いますよ。しょうがない、うん、嫉妬するのはしょうがない。まあその嫉妬も楽しんでください。あー、悩みありますか皆さん。はい、悩みがある方はどしどし。フルさん、ちいこちゃんにダイレクトにハゲって言われます。オブラートに包むように言ってください。まあ本人がそれをネタにしているならまあしょうがないですよ。でもそう言えるようなおおらかな方っていう認識をしてるんだと思います、ちいこちゃんは。なので彼女に悪気は全くないと思います。むしろ可愛く、可愛いって思っていると思いますので、はい、ありがとうって言ってあげてください。はい、では続いて、ゆかさん、最近アプガニにハマりました。こんばんは。こんばんは。嬉しいですね、アプガニ機にハマっていただけて。先ほど発表があったんですけど、ツアー今行っていますライブツアー2020青春シテルモン東京公演29日ですね、3月29日の東京公演、そして4月4日のいわき公演、私のツアー凱旋ですね、ツアーファイナルは、今回発表にもありました通り延期になってしまったんですけど、こうやって2期みんなでショールーム毎日配信リレーしたり、個人でショールームやったり、インスタライブとか、まあ、いろいろな配信を使って皆さんに何かね、こうやって元気をお届けできたらいいなと思ってやってるので、ぜひライブにはまだ来れないと思うんですけど、こういうところでたくさん会いに来れると思うし、こういうところの方がもしかしたらたくさんコミュニケーションが取れるかもしれないんですよ。初めての方はね、現場どうしようって思うかもしれないんですけど、気軽にコミュニケーションが取れる場所もたくさん増えてきたので、なんかそういうところでぜひもっと個人個人を見てくれたらいいなと思います。はい、続いて、
なー、鍋さん、ちなっちゃんよりアミタ TO になるにはどうしたらいいですか。まあでも私は結局アイドルなんで、TO にはなれないんですよ、アイドルなんで。まあでも皆さんもあのファンなの、ファンの方なので、まあアミちゃんには触れられないんですけど、まあ、そういうお互いね、入れないフィールドがあると思いますが、私は TO にはなれないので、ぜひアミちゃんの TO 目指して頑張ってください。はい、 TO って何ですか。トップオタクです。まあでもこれはなんていうんですかね、まあでも TO ってまあそれぞれ捉え方がありますけど、トップオタクってことです。この人と言ったらこの人だろうみたいな。はい、とんでもないお得、すごいね。そうです。はい、続いて、ミキ現場遠くてなかなか行けません、会いに行けません、助けてください、ソイフォンさん。いやー、私たち本当に皆さんの近くにね行けるように頑張りたいですよね。いろんなところに行って応援してくださる方に会いに行きたいなと思いますけど、まあ、でも会いに行けなくて助けてくださいというよりも私たちの力不足でございますので、しっかり会いに行けるように力をつけていきたいと思いますので、もうしばらくお待ちくださいませ。はい、続いて、よっちゃん、あ、ダメだ、これさっき同じ、あ、ちなっちゃんよりおた長いのにあみちゃんに認知され、みんなあみちゃんの話ばっかりじゃん、ちょっとダメ。はい、次、ミネマルさん、ちなっちゃんに会いたかった、ありがとうございます。そうですよね、まあ遠くに私たちが行ける機会がまた少し減ってしまったので、今の状況が良くなったらしっかり皆さんに会いに行けたらいいなと思いますので、まあね、今ライブ自体がねちょっといろいろなくなっちゃったりするので、頑張って SNS で皆さんに会いに行きます。はい、続いて、ライチさん、どうやったら痩せますか。運動です。でもなんか運動してさ筋肉、なんかどういう風に痩せたいかじゃない、どこ痩せたいかとか。いや、私はあれです、肉がダイレクトに筋肉に変わってしまうタイプなので、太ったままに筋トレとか運動しちゃうとそれが、ね、筋肉になっちゃってごつくなっちゃうから、私は一旦痩せるようにします。食事を気をつけたり、めっちゃマッサージしたり、そうなんです、運動したら筋肉になっちゃうんですよ。だから自分に合ったダイエットってあると思いますけど、私は一旦食事を気をつけて痩せないとなっていうタイプですね。はい、マスクで肌が荒れます、助けてください。そうだよね、なんか女の子で結構いるんですよ、今マスクしなきゃいけないじゃん、いろんなね、それこそライブ会場に来てくれる方とかもう絶対汗いっぱいかいてるじゃん、マスクの下とか、ここら辺とかねこう蒸れて肌荒れしちゃう方とかもいっぱいいるんですよね。え、本当に大変だよね、もうだから家帰ったらもうすぐ外すよね。でもこれはな、でも何とも言えないですよね、全然回答してないんだけど、相談のごめんね。続いて、じゃん、ゾックンさん、
アプガニにハマって、はや3ヶ月。おかげさまで推しが決まりません。え？おかげさまで推しが決まりません。どうしたらいいですか？あら、なんかそういう質問も一個ありましたね。推しが決まらない。なんか2期ってさ、箱推しの人多いのかな？わかんない。でもなんか、アプガニ期ってなんか、みんないい。みんないい子みたいな感じなグループじゃないですか。個性もあるけど、でも個性っていう個性で売ってないというか、みんながなんかいい意味でね、みんなが一つになって楽しんでるみたいなさ感じだからね、みんないい子みたいな。だから、うん、でもそういう人はもうそれこそ、まあ、凱旋ツアーみたいな時にその凱旋の子をめちゃくちゃ推すとか、なんか東京公演だから森永さんを推すとか、静岡公演だから中川さんを今日は推しますとか、なんかいろんなね考え方できるから楽しいと思いますよ。それもまあみんな好きはいいと思います。はい、続いて、続いてアレックさん、ちなっちゃんにセレブレートメッセージをおおお申し込もうと。どんな感じで申し込み、そうですね、どんな感じで申し込みますか。今あの3月31日までセレブレートメッセージっていう、なんていうんですかね、いう企画みたいな、なんかやってるんですよ。好きな子にメッセージを、ちょっとメッセージを送って私たちから動画をお届けするっていう、まあ、その人だけの動画なんですよ、まあ、1分ぐらいで撮ってるんですけど、なんか結構朝起きれないから、朝起きれない自分にメッセージくださいとか、なんか仕事が大変なので元気くださいとか、なんかいろいろあるんですけど、でも何言われてもやっぱそれぞれのあれ、メンバーそれぞれの個性が出る全く違うメッセージになるので、セレブレートメッセージ悩む、うん、本当に全然たわいもない話とかする人もいるし、なんか寝れないから明日早いのでしっかり寝るように言ってくださいとか、なんかいろいろあるよ。申し込む予定がクレジットカードが使えないとして落ち込んでます。あれ、クレジットカードしか使えないんですか？完全にお任せでも大丈夫ですよ。何でも、本当に何でも大丈夫。なんかまあ自分の推しじゃない人とかにさ、推しのあみちゃんが可愛いですとか、そういうなんか本当に何でもいい、何でもいい、それに対して 何か喋るし、全く関係ない話するかもしれないけど、まあ、それはもうその人が自由にね、動画撮って送るので気軽に。続いて、お悩みがねちょっと見当たらないですね。はい、お悩み。たまにちなっちゃんに冷たくされます。あー、それはすみませんね。私なんかズバズバしちゃうんで、サバサバしちゃうんで、ちょっと何言ってんだろうって思う人とかにちょっと冷たくしちゃったりするんですけど、ちょっとすみません、それは気をつけます。はい、続いて、はい、よっちゃんさん、
しまちゃんと仲良くする方法を教えてください。しまちゃんと仲良くする方法はですね、島崎と仲良くする方法、島崎は割とあの、いや割とっていうか島崎めちゃくちゃ優しい子なので、なんか優しく、なんかふわ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 した感じで話した方がいいかも。なんかズバズバするよりも柔らかい感じですね。そう、褒めたり、褒めたら絶対喜ぶ、そんな感じで。私多分そろそろ終わるんですけど、配信明日誰ですか明日アミちゃん、誰だろう、明日誰ですか誰か助けて、明日誰ですか。え、マジで誰だろう、明日明日誰だろう、アミちゃん。お、さすが、やっぱ私たちよりねしっかりしてる。はい、明日アミちゃんということで、じゃあアミちゃん、アミちゃんか、どうしよう、かわいいかな、アミちゃん、あアミちゃんかわいい、どうしようどうしよう、あーアミちゃんか、かわいいな。え、本当にアミちゃん、アミちゃん、アミちゃんかわいい。じゃあかわいいな、どうしようあーかわいい。じゃあアミちゃんに、なんかこの間さヘアアレンジしてたじゃん、でさ、なんかかわいい、ちょっとどうしようどうしようどうしよう、ヘアアレンジめんどくさいかな、もし、どうしよう、どうしよう、めっちゃ悩む。なんかかわいいかわいいしか言ってない、やめやめ、アミちゃんかわいいんだけど、どうしよう、あ、そうだね、どうしようアミちゃんかわいいか、なんかアミちゃんを想像してたらかわいいしか出てこない、どうしようめっちゃ悩む。いや、なんか本当はアミちゃんが可愛くなるところを見せたいっていう話、髪巻いてたじゃん、ちょっとなんかあれ、こういうのやってる風景みたいな、見たいっていうか、みんなそれ、みんながさ、そう、メイク配信、メイクはちょっと申し訳ないから、そう、おしゃれ配信、アミちゃんが可愛くなっていくところを見たいっていう人っていう人みんなの意見も聞こう、どうも見たい人そう、アミちゃんが、アミちゃん珍しくさ、昨日載せてたその髪巻いてる時さ、いつもトレーナーなのになんか可愛いブラウス着ててめっちゃ可愛かったっていうのを見たいなっていう感じから、ちょっとアミちゃんが可愛くなっていく配信可愛いアミちゃん、どう、いいで、ちょっとちなっちゃんの好きなところもちなっちゃんの好きなところと、ちなっちゃんと行きたいところと、じゃあどうしよう、待って、ちなっちゃんのみんな覚えといてね、ちなっちゃんの好きなところと、ちなっちゃんと
あちなちゃんと行きたいところの話をしながらから可愛くなっていくあみちゃんの配信でもずっとうちの話してなくていいよ。ちょっと話してくれれば5分でもいい、うん、5分ぐらいでもいいから 話してくれればいいかなって感じまあなんかそうトークのネタぐらいの気も、いや10秒は短いって、トークのネタにしてくらいの、うん、ノリで、でアミちゃんの可愛くなっていく、アミちゃんが可愛くなっていく配信いいですか。じゃあそんな感じで次のアミちゃんに回したいと思いますみんなちゃんと見てねあー申し訳ない、アミちゃんにすごいいやいや言われるんだろうな。そうですね、ちなっちゃんさんの好きなところはって絶対言われそうもうやだ、これ以上アミちゃんに嫌われたらもう顔向けできない。そう、もう絶対キモいって思われてるもうでもまあアミちゃん可愛いからいいやなんかみんなの気持ちわかるよ、こんな感じなんでしょきっとこんな感じですよね、みんなもうちと同じ気持ちなんだなきっとねえやだね、なんか推しにキモいって思われたくないね、辛いね、なんかそう思われてたら本当に辛いな。まあでもそういうなんかでもまあ特権使っていこうと思います。明日のあみちゃんに回すんですけど、明日のあみちゃんにはトークのネタでちなちゃんの好きなところとちなちゃんと行きたいところを話してもらいながら、あみちゃんが可愛くなっていく配信をしてもらいたいと思います。可愛い、あみちゃん可愛いということで、あみちゃんがスイッチ買ったらしいので、お兄ちゃん買ってくれたらしいので、ちょっとあみちゃんと通信したいと思います。はい、あみちゃんに会える今日あみちゃんに会えるから通信しよう。はい、ということでこんな感じでした。悩み相談しました、ちゃんとお悩み相談もちゃんとしたんで、また悩み事があればセレブレイトメッセージの方にお届けしていただけると嬉しいです。送ってください。まだ答えてもらえてないと思ったらぜひセレブレイトメッセージの方に送ってください。そして今日の25時20分ぐらいから、放送されるテレビ朝日さんで放送される全力坂、高萩が走りますのでぜひ見てください、見てください。そして今日公式の方から発表がありました通り、ライブツアー2020青春してるもんの東京公演29日といわきファイナル、ツアーファイナル4月4日が、延期になってしまいましたが、こういうところで皆さんにたくさん笑顔とか元気とかいろいろね会いに行けるように、私たちも SNS たくさん充実させていこうと思いますので、そちらの方お楽しみにしていてくれると嬉しいです。そしてライブが開催されるときは皆さん全力で楽しみに来ていただけると嬉しいです。ということで高萩の配信はそろそろ終わりたいと思いますので、皆さん
明日はアミちゃんの可愛い可愛いアミちゃんの配信を見ていただけると嬉しいです。今日うちがアミちゃんのことを言ってたことをしっかり全部伝えといてください。はい、あー可愛い。じゃあもうそろそろ終わりたいと思います。たくさんコメントしてくれてありがとうございます。皆さん、あと星もまだあるだけ投げて帰ってください。ではランキングを発表したいと思います。第3位、今むさんありがとうございます。第2位、ザビエルさんありがとうございます。そして第1位、ゆきさんありがとうございます。1位おめでとうございます。あの T シャツの首が緩いと思うんです、あきついと思うんですけど、そういう時はあの手で伸ばしていただけると、筋トレですね、筋トレでしっかりこう伸ばしていくっていう方法がありますので、首をしっかり守ってください。はい、ありったけの星を投げていただけると。そしてあのまだ私のルームのお気に入り登録をしてない方はこっちかこっちにお気に入りボタンがあるので、ぜひお気に入りしてください。それではそろそろ配信終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。星投げてください星ください。最後のあがきです。はい、星投げてください。あ、スクショタイム、そうです。はい、アミちゃんに届け。うちの大好きなアミちゃん、ラブ。はい、では皆さんこんな感じでしたのででは明日のアミちゃんの配信見てください。あとはツイッターとかインスタグラムとか SNS いっぱいやってるんで見てください、フォローしてください。ありがとうございました。おやすみなさい。あ、全力坂見てください。